どうですか、今回お正月迎えてもう2016年ですよ、もうあと360日しかありません、ね、お正月迎えて1年早かったなと思いませんか。それも2タイプです。充実しててあっという間っていう人と、結局何もしないまま1年過ぎちゃった、仕事に追われてるまま過ぎちゃったっていう人と、2タイプです。仕事に追われてるままの人は2017年迎えても同じことを言うでしょう。そうやって2014年も2015年も来たことがね、よくわかります。仕事のせいにしないことです。その仕事から脱出するために今やるって決めたんでしょ。脱出するためにやるって決めたんだから、今やんなきゃいつ脱出するんですかと。あと絶対口にしちゃダメなのが、いや本業が忙しいから。何ですか本業って。本業が忙しいからって、ジュネス本業なんですけど、前も言いました、サブとメインのね、サブの副業じゃなくて複数メインをもう一個持ってる副業ですよ。勘違いしないでください。あのこれだけで成功したいと思ってる人はそう思わなきゃダメです。いや毎月3万でいいのふふって言ってる人はどうぞ、ね、本業の方頑張ってください。そうですね、これはメインのビジネスですから、ビジネスってものをもうちょっとね、理解してほしいなと思います。海外はみんなビジネス持ってますよ。自分のビジネス、労働収入だけしてる日本人とは違います。これグローバルのビジネスなんで、そこをね認識してください。